そろ引き上げましょう。もしもし。もしもし。もしもし。聞こえますでしょうか。聞こえますでしょうか。やっていきますよ。挨拶まずしていきますね。あ、そうそうそう、あのね、あの別になんか怖い話じゃないんだけど、ベランダを見たらなんか3匹ぐらい、ね、コガネムシっていうの、なんかすごいな、何類っていうの、なんかカブトムシがすごい小さくなったみたいなやつ、あいつがひっくり返ってもぞもぞしてて甲殻類っていうの、めっちゃ気持ち悪くて、ベランダに出れないんだけど、どうしたらいいですか？あ、それだけです。じゃあ挨拶していきまーす。知らぬいさん、はつみチャンネルさん、6個目さん、8個目さん、プルプルさん、ユーさん、フライングさん、18個目さん、カランブルさん、いらっしゃい。気持ち悪いよ、なんかあんなもぞもぞしたやつ。なんかゴキブリみたいに見えるじゃん、だって。ゴキブリとか言ったら、その金分に失礼かもしらんけど、私はあんまり好きじゃないわ。あー、なるほどね。え、でも流しても、排水口みたいなとこに溜まるじゃん。結局、なんか、うちが、何？ほうきで、なんか、集めなきゃいけないわけでしょ？もう早く飛んでってほしいわ。
それかもしくは隣の家にシュッて行ってほしいわねえ、嫌だよね、そういうの。じゃあやっていきますね。今回初めてちょっと録画を試みてます。一応今録画しつつ放送してるんですけど、TS がなくなった場合に、なんかどっかになんか保存しておいて、なんかみんなが見れるようにしておいたら、なんか一般会員の方って TS 見れないんでしょ？なんか見れるようにしておいた方がいいかなと思って。ちょっと一応ちょっともう試しだけど録画をしてみてます。うまくいったらなんかどっかにあげようと思います。33個目さんいらっしゃい。予約しないと見れない。後から予約とかもできないんですか？予約したら見れるんですか？寂しい。カットとかしないと思います。そんななんか動画編集スキルないので、基本はカットとかはしないと思いますが、やったー、フィルムゲットー。予約、開始30分前までならできるんだ。そうなんだ。だってわしって、予約、42個目さんいらっしゃい。あれですよ。私って、放送するのに突然予約するから、多分一般会員の方たちに多分優しくないんですよ。見れないんでしょ？ TS が。だから、撮っといた方がいいかな。なんか気づいたことがあったら教えてください。ライス帝国、ライス抜き帝国ミサイラス、47個ミサイラス。いや、その会員になんか、優劣ないでしょ。みんな同じ人間なんだから。そうですね。今なんか夏場だけ、公式で、あれやってるじゃん。イベントみたいなのやってるでしょ？いや、47個目さんって言ったじゃん、だから。さっき。56個目さんいらっしゃい。最近トシさん大人の色気が出てきたよね。あらま。あらららららら。じゃあ何？好きになっちゃう？廊下じゃないわ。失礼な。張り倒すぞ。カレー数じゃないわ。69個目さんいらっしゃい。腐りかけじゃない。新鮮ですよ。まだまだ新鮮の食べ頃です。しまって、どこ行けばいいかちょっと分かってないから。そっか、ん？違う。ちょっと待って。違うわ、75個目さんいらっしゃい。ちょっと待って、ここは、これさっき行ったのか、これ。これがさっき行ったとこで、こ
から戻ってきて、3D プリンター用のデータ、な、どういうこと ?3D プリンター用のデータって何 ?79 コムさんいらっしゃい。そう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 。多分ね、地下だったと思うんですよね。だから、あー、こっちだ。こっちの、奥の扉。ですね。多分そのセーブだけして終わったから、あ、なんか落ちてるっぽいけど。落ちてるのこれなんか。なんかメキメキメキって音がするけど、いいぞ、いらっしゃい。セーブ警察、セーブ。そのセーブじゃないでしょ。あれ、セーブ警察って、ティーリティー、ティーリティー、ティーリティーでしょ。ティーリティー、ティーリティー、ティーリティーだよね。あれ、違かったっけ。あれ、違かった?あ、それ太陽に吠えるだっけ?全然知らないわ、西部警察って。あ、わかんないかも。あ、じゃあわかりませんね。あれ知らないわ。トシ最近、あ、あずみチャンネルさんいらっしゃい。私最近モテちゃうんすよ。どうしよう。よかったね。へえ、よかったね。へえ。はあ。それはそれはよかったでございますな。で、こっちだね。こっちに何があるかなぁ。97個目さんいらっしゃい。トシーさん、もっとモテるんでしょ?モテません。普通じゃないかなぁ。そんななんか。モテるってその定義がよくわかんなくて、どういうのをモテるって言うんですか?好きです、付き合ってくださいとか言われたら、モテるになるんですか?それともなんか、あ、これだよね、多分ね。あ、いた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 。あー、なんか出てきたよ。絶対敵いるよ。どこだ?ほら、来ました。フィルムを変えておかないとやばいね。来た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 。ちょちょちょ、早い早い早い。歩くの早いよ、あなた。はい。電車の鬼トッシーさん。電車の鬼トッシーさんです。はい、一撃死でした。オッケー。やりま、N トッシーさん、ご手配ありがとう、いらっしゃい。ちょっとこっちか。ダンベル10キロを片手で軽々だったらモテる。10キロって結構重くない?やばくない?なんかこれ入れないんだけど。107個目さん、106個目さんいらっしゃい。あ、らしいですね。9月でしたっけ?あ、お兄ちゃん。お兄ちゃんじゃないわ。彼氏だった。彼氏だった。ゆうくんだった、ゆうくん。彼氏だったわー。はーい、しんたさん、お帰りいらっしゃい。いちいち3個目さんいらっしゃい。おー、タトゥーが山盛りになってきたね。顔出しですか?かわいいですね。顔出しでーす。顔出しですー。
ったー。写真機手に入ったわ。よいしょ。銭湯は入れない。どういうこと？じゃあ一応セーブしとこっか。途中から初見ですね。途中までやってるけど、1年半ぐらい前からやってないから全然覚えてないですね。途中から初見プレイですね。シリーズは一応プレステ2は全部やってます。だからシステムは分かってる。あ、電話来たよ、電話。はい、出よう、電話。電話に出まーす。電話に電話。おーし。はい、黒沢です。じさん、一コムさんいらっしゃ。レイさんですか？ミクです。おはようございます。昨日の女性の件で編集さんから届いた資料をまとめたので、お見せしようと思って、ポッポさん、一蘭さんいらっしゃい。すみません、私の部屋の机に置いてあるんですけど、よかったら目を通してみてください。私も少し気になってしまって、少し調べ物を済ませたら帰ります。わかった。ありがとう。だって。まあ、見に行く。あ、猫ちゃんは今日はどこにいるのかな？とりあえず、写真を現像しに行きまーす。写真の現像に行きまーす。あれあれあれ、引っかかった。あれ？あれ？あ、戻ってきた。ちょっとジュース飲みまーす。そして、なんかアイテムがあるかないかだけ確認しつつ、ねえ。いやらしく飲んでってなんだよ。ジュルジュル飲んだらいいの？よだれ垂れたみたいじゃん、これ。キエムじゃないわ。145個目さんいらっしゃい。ねえ、汚いよね。何が出てくる？回廊らしき狭い廊下の壁に黒い人の形のシミが浮かび上がっている。この写真から何か調べられるだろうか。こっちは？吹き抜けの中庭にあった山のように積まれたお墓のようだ。この写真から何か調べられるだろうか。はい、オッケー。じゃあ行きましょう。ちょっと水を垂らしながら飲む。どういうこと？こぼすってこと？あー、誰かいたー。なんだあいつは。あー、遅かったー。撮るの遅かった。うわぁ、失敗した。シャシャって撮れないから、ダメなんだよね。シャシャシャってもう撮らないと消えちゃうから。あ、145個目さんいらっしゃい。あ、猫ちゃんいた。どうもー。あ、寄ってきた、かわいい。かわいいね。もう一回。あー、かわいすぎる。食べちゃうぞ。
写真撮っていいかな？へぇー。トシーの保存食。正解。いやでもね、世界が例えばフォールアウトみたいに荒廃してしまったら、飼い猫じゃなかったらなんか、焼いて食べそうだよね。あ、逆もありえるよね。人間の肉を食べられそうだよね。捕食されて。資料ってどれだろう。あ、なんかお人形が、お人形が飾られてある。ミクが自分の家から持ってきたものだ。こわ、こんなの持ってくるかよ。飼い猫も食わないよね。襲ってくるよね絶対。山犬とか。山犬って聞いたらなんかあれだよね、もののけ姫だよね。机の上には積まれた資料とミクのノートが置いてある。写真の女性について。名前、滝川よしの。8月に起きた航空機墜落事故の唯一の生存者。当時取材した編集部の小沢さんによる話です。滝川佳乃さんは事故機の墜落時、地上近くで機体から投げ出され、墜落時の火災の影響をほとんど受けずに済みました。また、投げ出された場所にあった樹木などがクッションになったこともあり、奇跡的に助かったのではないかと報告されています。救出時、彼女の外傷は軽度の火傷、打撲、擦り傷程度で命に別状はないと診断されたものの、発見されるまで4日を要したこともあり、極度の脱水、衰弱と心労と精神的にも傷を負った状態だったようです。その4日間、彼女は他の被害者、それも肉親や恋人の遺体に囲まれて過ごしていたということです。幸運は、これ悲しいね。以下は入院先の病院の人から聞くことができた話です。入院後、彼女は一人になることと眠ることを極度に恐れていたそうです。恐ろしい夢を見るのだそうで、見るよね、それは。精神的におかしくなるもん。だって死んだ家族、燃えちゃった家族とかが周りにあるわけでしょ。いるわけじゃん。めっちゃ怖いね。眠らないように自傷行動まで起こすようになったと。しかしそのうち一日のうちに眠っている時間が長くなっていき、大半を眠って過ごすようになったそうです。ね、最初のうちは精神的な外傷による非器質性睡眠障害と診断されていたそうですが、次第に症状が重くなり、3日間以上も目が覚めなかったり、起きた後に体中に、何これ、何これ、なんて読むの、なんとかが浮かび上がる、痛いというような幻覚症状を訴えたりしたそうです。あ、これあざなんだ。よく読めたんじゃないわ。あざか。幻覚症状が激しくなる一方、覚醒時の彼女は次第に外からの刺激への反応が鈍くなり、時々ボソボソと上言のようなことを言っていたり、子守歌を歌っていたという話も聞けました。ここ数日はずっと目が覚めず、あとはレイさんが見た通りです。これも病院での噂なんですが、医療関係者の間には都市伝説のようなものが伝わっていて、滝川さんのような消えてしまった
と言われる患者について昔から噂が絶えないのだそうです。ほうほうほう、なるほどね。入院患者失踪、9日夜、あー進んじゃったよ。へー何病院これ。葛城病院の病棟から患者が失踪し、葛城でしょ。178個目さんいらっしゃい。でも萌え声じゃないと思います。葛城だよね。捜索願いが提出された。失踪したのは今年8月に起きた航空機墜落事故でただ一人助かった滝川吉野さん。滝川さんは事故以来精神的に不安定な状態となり、外傷性ストレス障害と診断され、長期にわたり入院した。今回の失踪に対し、病院側の対応は、現在詳しい報告をまとめていると発表するにとどまっている。滝川さんは、同事故で親族、身寄りを亡くしており、その後の行方が心配されている。ねえ、それは、ねえ、障害になっちゃ、なんか、精神的な障害になっちゃうよね。家族が燃えてるんだもん。机の上の写真立てが伏せてある。あ、お兄ちゃんの写真かな。だよね、多分。185個目さん、ガイアさんいらっしゃい。ミクと優しい感じの男性が写っている。ワンの、行方不明になったお兄ちゃんだよね。彼氏というよりは、兄妹だろうか。普段から明るい彼女だけど、こんな安らいだ表情のミクはあまり見たことがないように思う。身寄りをなくされたと聞いていたが、この人も。そうだよね。兄弟だね。ちょっと待って、足痺れちゃった。194個目さんいらっしゃい。またなんでこんな。絶対薄着になるよね。パジャマ着ろよ、パジャマ。いらないんざ、こんななんか。こんななんか、見せつけるような洋服着やがって。そうだよ、どっちかにしろよ。たくもう、200個目さんいらっしゃい。あのね、TS 見てくれたらわかるけど、シャワーシーンありましたよ。めっちゃいらなかった。なんでここでわざわざシャワーシーンなのって、思いました。普通じゃなくて。絶対いらないでしょ。いらないから。買うか迷い始めた。あ、もしやるなら、ぜひ、無印赤い蝶、そして3作品目のこれっていう順番で、やってもらった方が、より内容を楽しめます。私は一応、1と2はやってるから、これ3から、途中まではやってるんですよ。これも。ただ、その、引っ越しが挟んじゃったから、プレステ2繋いでなくて、で、1年半ぶりぐらいにこれ、再開した感じですね。だから、途中から完全に初見プレイですね。メタさんいらっしゃい。あと、みんな Wii U 持ってるかもしれないけど、Wii が安くなったから、買ったんですよ、Wii。だから Wii 版のゼロも、安かったら買おうかな、と、思います。
絶対いると思った。絶対いると思ったけどやられた。ちょっと待って。絶対なんか出てくると思った。あ、絶対一撃で殺す。ダメだったー、当たったこれ。痛い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 。チェーン抜けできなかったわ。チェーン抜け無理だったわ。絶対カウンター攻撃当てる。ほらー。そして、無理だった。まだ死なない。まだ死んでないわ。ゲーム音小さいですか？おらー。おーし、倒したか？よし。ゲーム音小さいですか？じゃあ、大きくしますね。ちょっと待って、声の音量が大きいのかな？今いくつになってるんだ ?88。まあ普通か。あ、そうなんだ、高いね。普通の毒運が出てきて、ちょっと引いた。詰まってね。じゃ、音量を、どうしましょうかね。BGM はそんなに大きくなくていいよね。SE だけちょっと大きくしましょうか。こんなもんですかね。さあ、これで。どうですか？少し大きくなりましたか？もうちょっと欲しいですか？これいきなり来たら、ほどけないね。んで、こっちで、初めて来るぞ、ここ。また迷うんだろうな、場所。わからなくて。広いよね、多分これ。あ。写真に何かが映り込んだ。そうですか。ちょっと待って、地図を確認しつつ、都市貯金、いくら持ってる？よし、俺は教えませんよ。それは教えませんよ。個人情報じゃないか。で、こっちで。毎月振り込まれないわ。誰が振り込んでくれるんだよ。こっちになんかないの？これ。いけるんじゃないの？こっち。ああ、なんかある。あ、なんか民族学者の手記。もうなんかそういう個人的な、なんかもう、質問はなしにして、もうなんかめんどくさいから。その、なんかプライベートなこと聞かないでほしい。ごめんね。続ける、何これ、なんて読むのこれ。なんとかしよう続けるうちに、眠りにこの、だって何回も聞かれてるから、もうなんか、一回、放送で一回説明したんだけど、なんていうの？わざわざ思い出して、説明するのもちょっとしんどいじゃん。なんか、だから、いいじゃん。233個目さえいらっしゃい。眠り巫女の発祥であろう神社の存在を知るに至った。その神社は奥深い山に、ひっそりと立つ小さなものである。まさにあの、絵図。あの絵図の通りであった。なんで、絵画の絵だから絵って読んじゃったよ。平素は参拝者におらず、
近くにある小さな集落にて話を聞くに。え、なにこれ、なんて読むの？なんちゃらを治める神社であるらしい。あずき？好きな子のことを知りたい気持ちも少しは分かってくれ。うまいこと言うなよ。ちょっとなんか喋りそうじゃないか。ヒイラギなんだ。ヒイラギって何？ 2453コミさんいらっしゃる。当主らしき女に話を聞いたところ、雪解けまで客人として滞在を許された。ここでは山にある聖地を守る儀式を行っており、その儀式には男が、金衣って読むのこれ。金衣であるため、数年に一度客人を、客人、あれどこまで読んだ？客人を招き入れて血を守るのだそうである。その客人は、ニーナエと呼ばれるそうであるが、世に言う、まれびとと同じ風習であると思われる。いや、世に言う稀人ってなんだよ。世間的に稀人なんて聞いたことないんだけど。あ、大泉さんいらっしゃい。稀人って何？冬、雪の降る中、やってくる参拝者は皆顔を隠し、台車で大きな袋を引いている。その姿はどこか、壮烈、のように見える。彼らのために行われる儀式が、眠り巫女の歌につながる儀式なのだろうか。だって。これ結構、あ！やったー！これは何？カメラを構えた時に一番近い、音量の方を自動で向くようになります。あー、すごいですな。読み方明るすぎ？ごめんね、そうだね。怖がらせる演出がゼロだね、わし。ほぼ怖がらないもんね、だって。これ全部有効になってるってこと？あ、いいね。いい感じ。1万円あるから、1万円で範囲を少し広げようか。いや、少し我慢して最大値を上げよう。だからこのまま行きまーす。はい、わしの顔出しでーす。私の顔出しでーす。っていうかこれ本当に私の知り合いにそっくりすぎてやばいんだけど。じゃ本当に。これ本当に知り合いにこんな感じの子いるんだよ。髪型も同じ。ショートカットですごい可愛いの。絶対紹介していいでしょ。じゃ本当にそっくりでびっくりするよ。エロくはないけど、露出はしない人ですね、全然。すっごい真面目な子。どっちかって言ったら、まあ、なんだろう。まあ、高校の時の知り合いなんだけど、あ、なんかいる。よいしょ。コミあげようじゃないわ。高校の時の知り合いなんだけども、まあ、言ったらなんていうの、受験のために、
予備校に行ってたんですけど、なんていうの、すごいどっちかって言ったらガリ勉な感じの子でしたね。で、同じクラスっていうか、授業受けてたから、よく一緒に、座ったりしてたんだけど、本当にすごい、可愛い人でしたね。まあ、そこまですごい仲良しとかでもなかったんだけどね。だから連絡先とかは知らないけど、知ってるっていうだけで。でもその子、名簿になかったよね、こうは。トシーと比べたら露出してないだけじゃないの？いや、わしもそんな露出しないから。うん、そう。そんななんか、仲いい友達ですとかではない。よいしょ。いや、でも本当にそっくりだったわ。トッシーは太ももアピールしすぎ。そんな、いつアピールした？いつアピールしましたか？そんな写真ツイッターに載せたこともないんだけど。ねえ、私そんなのアピったことないわ。ねえ、私結構太いよ、足。言っとくけど、体操やってたから、何もやってないことを比べると、本当になんか、筋肉なんだろうけど、結構がっちりしてるから、ちょっと恥ずかしくて見せたくない。よいしょ。あ、また、強化レンズ。例の動きを遅くする。効果時間が長くなる。撮影した例の動きを一定時間遅くすることができます。例子を1ポイント消費して L ボタンで使用することができます。例子って何？291コムさんいらっしゃい。そこら辺の女よりはいい体してる。あ、じゃあぶっちゃけ言いますよ。結構、じゃ自信あります。効果時間2は例の動きが遅くなるため？あ、ジバニャンいらっしゃい。撮影した、しやすくなります。また、効果中は、シャッターチャンスや、フェイタルフレームの時間も長く、ああ、そうなんだ、めっちゃいいね。レベルを上げると、効果時間が長くなります。なるほど。でも、レーシって何？レーシって。レーシってどれだ？そんななんか、レーシって何？ポイントなんかあるの？ポイント。強化レンズ固有能力、霊力の最大蓄積数です。霊視数が増えます。え、いくつ持ってるの？その霊視っていうの。霊視、あー、そういうことか。左に、なんかポイントが入るんだね。309個目さん、310個目さんいらっしゃい。そして、これを。ここは入ったことないから。こっち、くぐり道には鍵がかけられてる。なでしこ。うん、そんな感じじゃないかな。多分だけど。んで、行ったことないのはこっちかな。
ったことないね。扉の鍵を開いた。霊機能豊富なこのカメラ、なんかね、あのシリーズを通してずっと使ってる遮影機っていう、なんかポラロイドカメラみたいなやつですね。こっち？あ、開きそうだね。あ、絶対いる。ほら、いた。500円もらった。あれ？なんかあったよね、ここ。やった。結構61フィルム。いや、わしにも見えてなかったよ。ただ構えた時にこのなんていうの、丸が光ってたらそこには何かいるっていう判断ですね。うん、封印しただけ。広い。ちょっと待って、ここ広すぎるわ、場所を。一個一個見ていきましょうか。きよりさんいらっしゃい。一個一個ちゃんと見ていかないと、ちょっとわからなくなりそうだね。広いね。何畳ぐらいあるのかな。あー、そういうことか。勝手に合わせてくれるんだ。え、封印系のやつも勝手に合わせてくれるの。14式フィルム、OK。床の間に正座をした和人形が飾られている。なんか動きやすそうだよね、こういうのって。ねえ、なんか動きなしそうで、ざわっていう感じだよね。あー、ありそう。そういうのありそう。左行ったことないね。裸で正座？これから何をするのかな、裸で。言葉で説明してください。わからないから。説明してくれないとわからないから。こっちをまっすぐ行ったらいいのか。ここ。いや、別に聞きたくもないし、なんかな。いや別にいいけど、そんなになんか聞かせたいって言うんだったら聞いて、やってもいいかな。しない。うーん、ちょっとね。いや、でも、ちょっと本当に聞いていいですか。あの、たまにそのコメントで見かけるんだけど、なんか裸でパソコンの前で待機してるからねとか、そのなんていうの？なんていうの？下半身脱いで待ってるからみたいなコメントをたまに聞くんだけど、本当に裸で待ってるんですか？本当に裸で待ってるんですか？ああ、冗談ってことだよね。冗談だよね。だよね、だよね。あー、よかった、びっくりした。あ、なんかいたね、今。いや、待ってなくていいんだけど。3、4、4個目サイレンさん。反対側から引っ張られているように、固く閉ざされてるんだって。そうだよね、そうだよね。いや、本当に待ってるのかなと思って、
ちょっとね、想像しちゃって、ちょっと笑ったことがあったんだよね。そういう人もいるんだと思って。裸で、そんな、なんかね、女の子の配信を見て、行ったら興奮して、ね、へっへーってなってるわけでしょ？すげーと思って。いや、男の子ってそうなんだと思って、すごい、思いました。床をなしながらじゃないわ。したら、こっちの、あ、ここは一部屋で終わりなんだ。絶対出るよ。皆さん準備いいですか？絶対出るから、これ。あ、やったー。あ、これ取れないのか、今。あ、取れた。あれ、何個取れるの、これ。初見さんじゃないじゃん。スタッフさんいらっしゃい。絶対出るって。絶対出るから。出なかったら、何もしないけど。出なくても、ま、何もしないけど、絶対出ますよ、ここ。ねえ、言ったでしょ、出ないでしょ？ねえ、出ないって言ったじゃん。言った通りだったわ。ねえ、出なかったじゃないか。よし、さあ。戻って。いや、エロ話なんてしてないから。エロ話なんてしたことも見たことも聞いたこともないから。そんな、なんか純粋なトッシーさんを汚そうとしたって無駄でーす。こっちに行って、ここかな？そしたら、ここか、ここか。ここだね。これを右に行って、ビビリな人って言葉数多くなるよね。いや、私全然ビビリじゃないよ。楽しいもんだって。あ、階段がありますね。登ったことないね、ここ。その前に、ここが開かなかったんだよね。そう、なでしこ。これがなでしこの鍵で、めっちゃ楽しいよ。ほら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 、痛い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 。ほら、あー、間に合わなかったじゃないか。間に合わなかったじゃないか。いや、別に自信があるんじゃなくて、いや、それ相応の、その、なんていうの、努力をしてるわけですよ。言ったら、その、年齢を重ねるごとに、やっぱり体に、顕著に現れるわけじゃないですか。それを免れるためもあるけど、その、もともと体操やってたのもあるし、その、なんていうの？体型を維持したいわけですよ。だから、日々、ストレッチだけは必ずやってますね。だから、現役時代と同じように、柔軟性は変わってないですね。筋力はちょっと落ちたけどね。筋トレはもうなんか、散々やったからやりたくないし。違うわ、味噌汁なんてもっと先だわ。どんだけ年齢を上げたいんだよ。わしの年齢をどんだけ上げたいんだよ、君たちは。取れた、オッケー。よ
飯500円ゲット、500円ゲットですね。違います、今年29じゃないわ。写真ゲット、そしてあと、あ、なんか落ちてる、多分万葉岩だな。万葉岩ゲットしよう。万葉岩、よし。あ、違かった、鏡石。おー、すげえ、1切りだ、1切り、1切りが出てきたよ。体力がなくなった時、一度だけ体力を全回復します。うん、これ雪が降ってますね。1切りが出てきたわ、デモンズソウルの。ふけが降ってるの、汚いね。あ、これ雪ざ、雪なのか。雪でいいのかな。あ、ゼロさんいらっしゃい。あ、ゼロさんゼロやってるよ、今。ん？ん？すごい、虫が全回復するんだよ。で、ここでセーブして。大丈夫、多分ね、わしと一緒にプレイしたら怖くないですよ。わしが騒がないから。回復しても若返りはしないよ。いや大丈夫、わし若いから。わしまだまだ若いから大丈夫です。ここに入ったことないんだ。開くかな、開かない。トシコも怖い。怖くないから、私。え、でも、その、ニコ生始めた、ばっかりの1年半前に比べて、明るくなったと自分で思います。なんか、みんなとお話ししてて、なんか、少し慣れたのもあるけど、その、当時は、なんていうの、緊張しすぎて喋れなかったでしょ？ほとんど喋らなかったじゃないですか。なんかすごい、その、なんていうのかな、元気にお話しできるようになったのは、すごいプラスになったなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ。いや、もう全く喋んないですよ。で、これどこ行ったらいいの？これ。行く場所ないんだけど。余計に明るい。ちょっと待って、行く場所ないんだけど。さっきのなんか女の子の写真撮ったから、顔出し配信してないわ。いや、でも、最初は、あれだったけどね、サムネがシャメだったから、その、ね、コミのサムネもシャメで、わしがコントローラー握って、写真撮ってるやつだよ。見たことある人います？いないよね、多分もういないと思いますけど、わしがこうやってコントローラーをこう握って、で写真をこう撮ってるやつ。その時のシャメもって嘘だー。枯れた大きな木に指令のついた縄が渡され、人の形をした外場のようなものが縛り付けられている。外場って何？気持ち悪くないわ。何それ仮面とか。仮面じゃないから。あれ、わしの顔だからね、言っとくけど。これが、え？じゃあ見せるわ。見せたるわ。ちょっと待ってね。どこだ？
いや、ちょろいじゃないから。てか、鈴木その子じゃないって。どれだ？これ。これですよ、わしの顔。いやーじゃないから。もう一個見せると、これですよ、これ。これですよ。お化けじゃないから、これ。いや、拡散しないと言うから。430個目さん偉そう。一番ちょっとうまく書けたかなっていうのはこれですね。除霊じゃないから。で、前その、サムネにしてたやつはもう消しちゃったから、残ってないですね、写真。多分前のパソコンに入ったまま処分しちゃったから、その最初にコミのサムネにしてたやつはもう残ってないですね。わしのその手元にないです。あとはもう普通にわしの顔写真とかしかないですね。いや、いや、という。これどこ行けばいいのこれ。こっちに行けるのかな？後ろ。後ろ。いや、捨ててないよ。一応パソコン残ってます。実家にパソコンあげましたっていうか、いらないパソコンだったから、あげましたみたいな感じ。コア2じゃなくて、コア2のパソコンで配信してたから前。それを実家にあげましたね。写真に何か浮かび上がった。もう一回写真撮っても大丈夫なのこれ。よいしょ。その写真パパが見つけてたね。いや別にいいんじゃない。わしはだってコントローラー握ってる写真だよただの。これ開かないんだ。子守歌のような歌。これ多分敵出てくるよね。これ戻ったら、あ、458コムさんいらっしゃい。誰のコントローラーってわしの、ああなんかいた。ちょっと待って、無理だったよ今。ちょっと待って、今カウンター無理だったこいつ。こいつカウンター無理なの？もしかして。ああ！カウンター無理だ、こいつ。早すぎる、反応が。無理。ちょっと待って。回復したい。ちょっと待って、回復させて。回復したい。万葉ガンを使いまーす。ほとんど回復しないぞー。マジかちょっと待ってね。カウンターちょっと、一瞬出たけど、あんな早かったらちょっと無理だわ、私には。よいしょ。惜しいよ。おやーやー、ダメかも。ダメだった。あと一発食らったら死ぬこれ。あと一発食らったら死ぬ。
変だこれ。あ、一切り発動した。一切りが発動しましたね。あーダメじゃないか。いや違う、一切りは死んだら一回だけ蘇られるんですよ。ちょっと待って、いやー無理、いやー割と強いじゃないか。ちょっと待って、早いからおっさん、あー早すぎる、無理じゃない、ちょっとやり直していい？やり直していいですかねこれ、もう遅いわもう。くそー、セーブしたところからだから、セーブしたところから、え、どういうことこれ？ねえこれ。もう分かんなかったね、ちょっとね。いや、あれは単純に下手だっただけだよ。上手い人だったら、あの一瞬の、多分その、何？あの、クリティカルに合わせるよね。多分。いや、むずいね。むずかったわ、今のは。多分、その強化レンズを使って、敵を遅くして、で、それから、攻撃しろよっていうことだったんじゃないかな。で、これでフラグが、ただ強化レンズ今、ポイント溜まってないから使えないかな。避けつつちょっと行きましょうか。あ、それか。もう61フィルム結構溜まったから。最初は61フィルムで、何早く来る？あーあれー、ちょっと待ってね、ちょっと待ってください。ここだ。あー！ちょっと待って。なかなか強いこいつ。よし、こいつを押し切ったー。あえー、全然速くなら、遅くならないじゃん。せっかく強化レンズ使ったのに。よし、いった、今カウンター入ったわ、うまいこと。ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。いやー、今だー、よっしゃ、来たー。
あ、倒した倒した。倒してないんじゃないか。475個目さんやさ。そうそうそう、幽霊と戦って写真に押さって、そんでよし倒した。カウンター入ったね、今も。カウンター入ったわ。ふぅ。カウンター3回できたね。幽霊を遮影機で封印するみたいなゲームですね。で、ポイントが結構溜まったから、あー、ギリギリ溜まってない。ギリギリ溜まってなかったね。距離欲しいね。最大値もいいけど、距離が欲しいね、距離。ま、いっか。最大値を強化するより距離かな、次は。とりあえずセーブして、これで多分さっきの扉が開くから、扉の中に入るでいいかな。何？いやでもね、赤い蝶の時は、あの天井からいきなり、なんか女の霊がドーンって落ちてきたり、結構演出が良かったよ。ワンはもっと演出面白かったけど、今はどうか。あれ、ダメだね。あれ？今はそこまで演出ないのかな？怖い演出が減ったような気がするね。あれ？扉開かないじゃん。どういうこと？じゃあどこに行けばいいの？回復するのもちょっともったいないから、回復薬はちょっと使わないでおきます。ちょっとごめん、もう一回セーブして。はみちちしてる。おっぱさんいらっしゃ。ダメだよ、みちゃ、人のおっぱい。みちゃ、まったく。よし、こっちかな。ないじゃないわ。482個目さんいらっしゃい。行く場所なくなってるよ。アイテム手に入らなかったじゃん、何も。今の敵がなんかくれたんじゃないの？なんかくれたんじゃないのか。あ、何もないじゃん。何、どうしたらいいの？じゃあどこに行けばいいの、これ。戻るしかないじゃん、戻るしか。どっか開いたのかな。とりあえずここが全部入れなかったでしょ。ここか。あ、ここが開いたんだ。もしかして。あ、なるほど。じゃ、ちょっと戻ります。こっち行って。ここだ。ここが開いたんじゃない？きったーじゃなかった。そう、Wii U は持ってないので、Wii の作品は、一応 Wii あるから、繋げばできます。だから買おっかな。みんながやりたいって言うんだ、見たいって言ってくれたら買おっかな。そんなになんか、いや別にいいよって言うんだったら、他のゲームを優先的に、持ってないからね。
持ってるのかな、やってくけど。ゼロめっちゃ見たい。買ってよ、買ってよ、だったら、買うかもしれない。あ、トキオさんいらっしゃい。ねえ、持ってるのからやるでいいよね。お金もったいないもんね。でも、ゼロって結構、海外でも人気のゲームだから、時間が経てば経つほど、もしかしたらプレミアがついて、手に入りにくくなる可能性があるんですよね。だから早めに買っておいて損はないかもしれないかな。でも思う。ないかな。491コムさん偉そう。だって一応スチームでは、あれだよ、ゼロの、なんかパクリゲームじゃないけど、スマホの、写メで、霊を封印するっていうゲームが、出てるから、そうそうそう、なんかね、スチームで出てるんですよ。似たようなゲームが。ちょっと待って、こっちになんかあるのかな？入り口の方。プレイステーション4で配信、あー、そうかもしれないね。あれでしょ？アーカイブなんていうの？ダウンロードゲームになるってことでしょ？それはありえますね。外に出ちゃうことになっちゃうのかな。あ、戻れるんだ。あ、敵がいる。なんかコンコン泣いてる、誰か。シクシク泣いてる。ドイツだ。いる？そこに。いた。ボンバーヘッドさんいらっしゃい。ごめんなさい、だって。いいよ。じゃあ、500億円ください。こっちに行って。トシより可愛い鳴き声。わしの鳴き声聞いたことないだろう。どうですか？あるよじゃないわ。なんかアイテムあったわ。やったー、間に合おうかな。カラキジジ。せめて砂かけババアでありたかった。506コムさんいらっしゃい。あー、ラストバースの時はちょっとやばかったね。これ一回来たね、ここ。ダメだったの。なんもないんだ。戻ります。たい焼き焼いたさんいらっしゃい。ちょっとわざわざちょっと見せないでいいんだけどな。このなんかカメラワークが腹立つわ。いちいちこれ。カメラワークなんなの、このゲーム。絶対なんか、なんか男性、をターゲットにしてるの丸わかりだわ。わざわざそのね、全裸のシャワーシーンとか入れる必要ないじゃん。そうだよ、シャワーシーンあったんだよ。TS に残ってるよ、TS に。してないよ、嫉妬なんて。この人がわしに嫉妬してるわ。作った側の趣味。よし、こっちに行ってみようか。へえじゃないわ。などと証言しており。え、敵
なんか音が聞こえる。トッシーだけに嫉妬？年を取ると嫉妬が激しくなるんだよ。年取ってないわ。なんかすごいコントローラーがプルプルしてる。おー、なんか出てきた。なんかプルプルしてるよ、コントローラーが。え、どこにいる？え？どこにいる？え、なんかシクシクしてる、シクシク。シクシク泣いてるよね。シク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 。上かな？うん。じゃあ上に行ってみようか。ウマンさんいらっしゃい。シク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 。いた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 。1000円もらった、1000円。1000円もらいました。幼女から1000円もらいました。ありがとうございます。よいしょ。違います。絶叫なんてないです。例の子なんか言ってたけど分かんなかった。トシ可愛いよって言ってたんじゃない？写真に何かが写り込んだようだ。クサじゃないわ。え、お金くれないんだ。こっちに行っても何かない？なんもないわ。もうちょっとパパパパ歩いてほしいわ。もう足がグキってなってもいいから、もう走って早く。前か走って。てかあれだよね、そのこういうホラーゲームってなんか女の子が主演が多いでしょ。なんか別になんかイケメンでもいいじゃん。なんかイケメンのなんかホラーゲームを作ってほしいわ。ねえ、なんか。あー、でもサイレントヒーローは別にイケメンとかじゃないじゃん。お父さんじゃん。パパじゃん、パパ。ホームカミングは、軍隊のお兄さんだったけど。お！あ、なんか。下の階に通じているだって。後で出てくるの？ねえ、なんかホラーゲームなんか、男性ばっかりなんか優遇されてて、ずるいなぁと思いますね。まあ、別にいいんだけど、全然なんか、こっちの方がまあ雰囲気は確かに、あるよね。え、入れないじゃん。また来るのかな、こっちに。バイオハザード、ああ、確かにね。何、レオンじゃなくて、わしは、どっちかって言ったら、あれがかっこいいなと思います。クリス。クリスがすごい好きですね。ボブサップが主演だったらちょっときついね。なんか、あれじゃない？幽霊出てきたら、壁とかバーンって、あ、痛い。本当にぶつけちゃったよ、手。なんか壁とかドカーンって壊しそうだよね。喋りながら身振り手振りするから、
喋りながら身振り手振りしてるから、なんか割となんか机とか壁とか机の上に置いてる荷物とかにドーンって手が当たるから、結構ね、放送終わった後って散らかるんですよね。でねねねね聞いてよっていう時って、こうねねねねって手でこうやるから、誰も見てないのに、ねねねねねねってやるから、ね場合によってはその飲み物がこぼれたりするわけじゃ、しょうがないよね。やらないでいいんだけど、多分みんなやってるよ。多分みんなやってるって。みんなやってるから多分聞いてみてよ。じゃあ他の生主さん。うわー、人形が倒れたー。背の低い戸棚の上に何かのカゴのようなものが置かれている。人形が落ちましてね。ってことは絶対に絶対に敵が出てくるぞ。やだよ。あー、やったー、フィルムゲットも。よいしょ。ふう、演説ありがとうございます。そんでもってこっち、地に何かあるかな。結構この迷路ゲームですよね。なんかどこ行っていいのかが速攻で、おー出てきたじゃないか。やった、写真に何かが写り込んだようだ。OK、 よし、1000円もらった、ありがとう。お小遣いどんどん増えていきますね。トシーってどんな曲聴いてるの？わしは、パフューム、よく聴くのはパフューム、ドリカム、ミスチル。でもミスチルは昔の曲が多い。ドリカムも昔の曲が多いですね。ミスチルで好きなのは、リプレイとか、星になれたらとか、そこら辺の曲が好きです。あとは、Perfume は、最近のもよく聞くけど、そんなかな。写真じゃなくて、射撃。583個目さん、587個目さんいらっしゃい。トッシーのことを愛しすぎて辛いんだけど、どうしたらいいかな。いろんな人に言ってるんだろうな。きっといろんな人に同じことを言ってるのかな。悲しいな。範囲、どうしよう、どうしようかな。範囲を広げるか、範囲がいいか。複数人出てきた時の対処に。固有能力がよく意味がわからないね。強化レンズの撮影はこっちで、固有能力の意味がわからない。あー、そういうことか。あー、霊力。霊力か。難しくはないよ。楽しいよ。トシーのこと好きすぎて全裸になって、なんかその話題さっき出たね。なんか本当に全裸で待ってるのか、待ってないのかっていう
話をさっきしたとこです。そしたら本当に待ってるわけないじゃんっていう結果だったんで、少し安心した反面少し残念です。カズちゃん偉さ。いや、やっぱり冗談だったんだと思って、いや、だって要はコメントで書くことって、まあ結構その冗談が多いんだなーっていうのが今分かったわけじゃないですか。だから真に受けちゃダメなんだなって思って、だからなんかちょっと残念じゃん。トッシー可愛いよとか言っても まあ社交辞令なんだなーでなるじゃないですか。トシのこと好きだよって言っても社交辞令なんだなーになるぞ。絶対嘘だから、もう言われすぎるともう嘘ってわかるから、もう言わないで、余計悲しくなるわ。あ、開かないねこれ。ヤマスのうーん、紋章がないと入れない。ほんとかよ。ちょっと待って、ちょっと待って、パソコンが真っ暗になった、びっくりした。ちょっと待って、もしもし、もしもし、もしもーし、聞こえますか？なんかね、フラッシュプレイヤーがクラッシュしましたって出た。フラッシュプレイヤーがクラッシュしましたって真っ暗になった。ちょっと待って、これ多分ね、1時間以上モニターとかを触らなかったら真っ暗になる、真っ暗になる設定にしてるんだよね、多分ね。のせいじゃない。え、どこどこどこ？え、今誰かいた？今誰かいたね。写真撮れなかったわ。そう、省電力設定。省電力設定してたから、多分そういうわけですよ。いや、疲れたわけじゃないよ。取り憑かれてないよ。どこ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 ？ん？あ、またさんいらっしゃい。あ、ペペさんからありがとうございます。ポポさんだったね。間違えた。ごめん。ポポさんだったわ。間違えちゃダメだよね、名前。よいしょ。ちょっと待って。2階にいるのかな？違う、2階、ん？今、トッシーの後ろに何かいた？いません。そう、なんでこんな露出して、わざわざこんな廃屋に来るのか全く意味わかんない。夢の中か。夢の中だから、要はこの人の、願望というか、なんていうの？欲が投影されてるわけですよ。だからこの人は多分露出したいって思ってて、夢にそれが現れてるんですよ。だからこの人は、おそらく、変態です。いや、でも可愛いけどね、可愛いけどね、こういう服。
まあ、わしはちょっ、いやでもこれ、実際に、例えばだよ、駅前とかでこの格好で、歩いてたら、ちょっとおかしくない？その、だって、わしは無理かな。わしは無理かな。ちょっとなんか、落ち着きがないよ。洋服に。わしは嫌だな。わしですか？669コムサイラさん。わしは、着ぐるみです、着ぐるみ。女子は体操着しも、体操着着ますけど、もう、毛服で歩くか。ちょっと待って。痛い。あー、消えたー。消えてなーい。受け取った。王様。どん？落ちて、私。お母さん、落ちていく、私、だって。トシーって、フナッシーの中の人違うわ。フナッシーなしフナッシーなしか、母様ごめんなさい。殿様は、梢のマリーを取ってくれようとして、落ちて、怖くてごめんなさい。お父さんが落ちて死んじゃったんだ。これ、これ、敵が来ましたよ。多分敵がいる。敵がいるけど、どこだ？うわー、後ろにいた。ちょっとやばい。こいつやばい。子供やばい。この子供なかなかやる。なかなかやるぞ、この子供。スタブ取られそうだった今。スタブ取られそうだった今。あの人が殺したのだって。ちょっと待って。子供ですね。おーしたー。あー遅かった。くそー。来い。ダメだ。あ、コミさんかありがとうございます。ちょっと、湧いてきたー。そこに、あらどこだ、どこにいる。動き回るんだ。どこ行った。そこにいるのかー。やめろー、死ぬじゃないかー。ちょっと待って、やばい、死にそう。ちょっと待って。ちょっと待って。よし、っけ。捕まったわー。あれ、どこだ、どろ。こっち来た。狭い。場所が狭すぎるわー。母様なんちゃらかんたらって言ったら、わしはお母様じゃない。君のお母様ではない。うちの子はもっと可愛いぞ。よし、来たー。よし、2連ちゃん、3連ちゃん行け。よし、来たー、3連ちゃん。よーし。三連ちゃんで死ななかったよ。なかなか強いぞ、この子。捕まった。やばい。705コミサイルさん。来た。
ちょ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 、あの人が殺したのじゃないわ。父様は、くそー、どこ行った、後ろにいる、来たー、よーし倒したー、やったー、よーし、ようじょーじゃないわ。ああ、ひどいじゃないでしょ。わしを応援しなさい。なかなか手ごわかったね。でもミスショットがほとんどなかったから、まあオッケーだね。あの、なんかナタを持って襲いかかってきたやつよりは弱かった。レベルアップしようか。あー、お金ないね。ダメだね。お金がないから。よし。お金がないので、とりあえずセーブしておいて、散策を開始しましょう。再開しましょう。よし。ふぅ、幼女が一人とは限らない。いっぱいいるんじゃない？なんかどんどん出てくるんじゃないの？よし。で、こっち。開くかな？開きました。こっちには来たことある？あるのかな？あ、ありますね。ありますね。ちょっと待って、写真のフィルムをこっちにしておいて。無限フィルムにしておいて。カン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 音がするんだけど、入れないんだよね。どっから入るのかな？あ、よいしょ。五寸釘で撃ってるね、この子。1000円ゲットした。あー、なんかこっち向いた。やったー。これでどっかが入れるようになるんだ。多分。まだドクドクしてる。なんかまだドクドク言ってる。705個目さん、こんにちはって言ったっけ？いらっしゃい。コントローラーがすごいドクドクしてる。ハゲチャビンさんいらっしゃい。これでどっかに入れるようになったはず。右に曲がって。俺のもドクドクしてるじゃないわ。汚いわ、そういう話するな。ここにドアが、あれ？地図間違ってるし？味方。ドアがあるよね、ここ。言ってるじゃん。初見さんいらっしゃい。725個目さんいらっしゃい。もうないね。扉がないんだね、ここ。入れないんだ。結局、ここは入れないで OK なの？ココツンさんいらっしゃい。あ、ココツンさんたまにロムってまーす。731個目さんいらっしゃい。よいしょ。人の汚いとか失礼だよ。あれこそ答えはありがとう。
やだよ、だってそんななんか汗臭そうじゃん。汗臭そうだし。今、三の国ですね。三の国。でもね、よくその男の人ってイカ臭いなんちゃらかんたらとかよく言うじゃないですか。私そのイカ臭いっていう状況に当たったことがないんですけど、そのイカ臭いってどういう状況なんですか？その、なんかそのね、ピャって出た後に、そのものが、イカ臭いんですか？どういう状況なんですか？でもなんかね、なんかよくわかんないですよね。鰹節みたいな匂いがする。573個ミサイルさ。なんかそう、いや、わかんない。わかんないなぁ。嫌だよ、汚いな。多分この放送より卑猥な放送、私そんな卑猥な放送してないから。栗の花の匂い。いや、わかんない。栗の花なんて、匂い嗅いだことないよ。酸化するとイカ臭く、あ、じゃあその、何？その、例えばだけど、ティッシュで、ティッシュで処分した後に、ゴミ箱にピョンって投げたとするでしょ？それを、そのほかしたティッシュを一週間ぐらい、置いて、置いたら、そういう状況になるってこと。なんだ、なんでそんな話させるから死んだじゃないか。どっから来る？どっから来る？来た。ほらー、一撃必殺じゃー、ボケー。そしてもう一回。ほらー、もう一回、四連射。お、なんだ、なんか映り込んだぞ。よし、四連射、一撃死だ。イエーイ。やったぜ。この幽霊よく見ると可愛い。どんだけ、何、ストライクゾーンが広いんですか？どんだけあれなんですか？すみません。今、焼きそば食べてるんですけど、ざまあ。ざまあじゃないわ。この幽霊よく見ると可愛い。わからんわ、そんな。どんだけストライクゾーンが広いんですか。じゃあ、
あ、じゃあちょっとアンケート取っていい？さあ、今からこのうちの3人に言われます、どの人を選びますか？主人公レイちゃん、お化けのよし。はい。はい。あ、もう、100% 取れちゃうかな。100% 取れちゃうかな。クマさんじゃないから。クマさんじゃないから、妖精だから妖精。できますよ。結果いきまーす。825個目さんいらっしゃい。できますよ。ダーン！おー！割と高いんだけど、わし 0% だと思ってたのに、ダメだって。ここはわしを 0% にしなかったら面白くないでしょ。ちょっとキャプロっと、ちょっとキャプりまーす。ちょっとキャプっておきまーす。ちょっと待ってくださいね。意外すぎて、意外すぎて、ちょっと、そんなに、そんなだったんですか？ちょっとセーブじゃないわ。と、名前をつけて、上書きじゃなくて、名前をつけて、上書き保存。オッケー。やったぜー。はい。はい、満足でーす。はい、満足でしたー。満足なので、オッケーでーす。やり直しません。これはツイッターにあげておきまーす。てっきり、ビリになると思ってたのに。割りこし、なんかわしのことをみんななんか割と好きなんだね。ありがとう。ああ、嬉しいな。ちょっと、ちょっとマジでちょっと嬉しいわ。887個目さえいらっしゃい。よし。じゃあやっていきますよ。いきますよ。いやー、ちょっと満足しすぎちゃった。で、どこに行ったらいいんだろうね、これ。とりあえず、さっき倒したから、ここの人倒した。ここ行った。ここも行った。ここはまだ行っ
ってない、こっちの方にもう一回行けばいいのかな。カメさんか、ありがとうございます。んで、こっち、ワノ国なんだ。なんかそれさっきもなんか言わなかった。さっきもなんかそれ聞いたような気がする。こっちで、で、お、なんかいるんじゃない。え、なんて、なんか言ってるね。わし、この人の真似できるよ。おるぐぐぐ、おるぐぐ、おるぐぐ、917コムさん、やらさ似てたでしょ、似てたでしょ、似てたでしょ、割りかせ。こんなもんだね。ここはとりあえず何も、え、でもさっきのとこカメラ構えたらなんか出るのかな。あ、部屋の一部に、え、何これ、なんて読むの、なんて読むのこれ、なんちゃらがかけられ、中に布団が敷いてあるようだ。身分の高い人物の部屋なのだろうか。あ、ミスって読むんだ。ミスって読むのこれ。一部にミスがかけられてるの。なんか蚊帳みたいな感じでしょ、蚊帳みたいな。あ、煙突ありがとうございます。あ、のれんじゃないでしょ、あれ。え、あれ、のれんなの、え、のれんなの、あれ。ミスだって、ミス。のれんじゃないよね。のれんは違う感じだってわかる。ミスなんだ。へぇ、すごい感じだね。無視ってコメント読まない派の人？いや、読んでるじゃん。読んでるでしょ。953コミさん、いらっしゃい。捜索しまくって、ハレンチ、ん違う、レンチシンで、除霊するゲームですか？正解。違うわ。あ、羞恥心。羞恥心だった。羞恥心？ここはさっき来た。これは、うん、知ってるよ。なんか一時期すごい流行ったよね。え、ここはさっき来たよね。あ、そう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 。三人ユニットで、なんだっけ。あ、ついてますよ。エロタさんでいいの？エロタさん。え、河口優さんなの？エロタじゃないの？もういいよ、エロタで。え、画質綺麗ですか？これコンポジットだよ。これコンポジットだよ。普段は HDMI で、
放送してるけど、プレステ2って HDMI 端子ってないでしょ。だから、コンポジットに切り替えてやってますね。よし。これは無理で。今、絵を描いてます。突然ですね。いきなり話題が984個目さんいらっしゃい。タンスがまだ動かないね、これ。誰かと、なんか一緒に動かさないと動かないんだよね、これ。これ夢の中をさまよってる感じ。これタンスを動かしたいんだよね。男性でもなければ動かない。今、妻と見てます。あ、そうなんだ。奥さん、こんにちは。おー、なんか落ちてきたー。オッケー。みんな部屋を暗くして見てるんですか？はゼロじゃないわ。彼女と見てる。妄想はしてます。よいしょ。こっちでいいのかな？空腹食べたらいいさ。食べちゃえ。ふーん、イエー。こっちがあそこで、ここ入ったこともない。あ、この、足を食べるんですか？これ開くかな？調べてみたが、固く閉ざされていて動かない。中に何かあるのだろうか。明るい部屋なんだ。全然明るい部屋です。まあね、目が悪くなるしね。この後めちゃくすって何？めちゃくすって何ですか？これもさっき言って、なんもなかったんだよね、ここね。だからこのまま。略語？どういうこと？よいしょ。OK。パソコンやりだしたら白く半分、あー。画面が近いんじゃないですか？ 1 メートル以上離れた方がいいよね。トッシーがご無沙汰のやつ。いいじゃん、別に。そんな、なんか、ねえ。いや、厳しくないでしょ。だって。わ、絶対出て、あれ？わー、びっくりしたー！ちょ、いきなり出てきた、こいつ。はぁー？ずるいよー。ほらー。ちょ、あー、刺される！やばい、あー、スタブー！パリンされた。やばい、パリンされた。パリンうまい、こいつ。
こいつパリうまい。やばい。ほらー。あー、間に合わなかった。最悪。この人パリやばい。いやー、これやられた。いやー。ちょっと待って。やばい。やばーい。やばーい。ちょっと待って。ちょっとエースと飲むわ。エースと強化してないから、ちょっとほとんど回復しないね。よし、来たー。よっしゃー。あー。よし、いいよ。オッケー。死んだ？まだいるー。よし、特殊能力使うわ。おらー。ざまーみろー。オッケー。コメントでチンコとか作るな。コメントでチンコ作るな。たく。七星さんいらっしゃい。で。嬉しくないわ、別に。こっちじゃなくて、こっちに行ってないから、一旦セーブポイントを回って、それで行こっか。104ゴーコムさんいらっしゃい。何、つつうって何？1048コムさんいらっしゃい。ほんで、セーブポイントが、ウポって何？ん？セーブポイント向こうか。それやったら、もうこっちでや。ウボビーオンダ。何を作ろうとしてるんだ？今度は。ねえ、もうな、ボンの正解は何だったの？ああ、わかった。おー、時計が鳴ったよー。あ、絶対出てくる。うわー、いきなり襲いかかってくるとかずるい。いきなり襲いかかってくるとかめっちゃずるい。ずるいかな。腹立つわ。あー、べべ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 。やめろー。抱き疲れたー。めっちゃ減ってる。いやー。ちょ。どこ行った。ちょっと回復していいですか？やばい。やばいよ、もう回復薬ないじゃん。全回復薬使っちゃおっか。吸引力やばいね。もうちょっとレズレズしちゃった。あ、でも最近よく思うのが、別にレズでもいいかな、みたい。よし来たー。2連射。3連射は無理かな。OK。来た。いやでもね、幽霊の役をやる女の人って美人じゃなかったら全然怖くないよ、多分。どこだ。
ワープするのずるいね。ヨガテレポートしてくるよ。ヨガテレポートしてくるってこいつ。ヨガテレポートずるいから。ヨガテレポートはずるいから。ほらもうずるいよ。おし、来た。おし。翔平さん1076個目さんやさ。まだ死なないんだけど。なかなかやるな、こいつ。うわー、目の前にいた。よし、これ使って。あ。どこ行った？そっちか。どこだ？いた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 。オッケー。え、強くない？やたら強いよ。これ何？これチーボス？あ、しまった。失敗した。わー、特殊能力使っちゃったよ。かわいそうじゃない。わしの方がかわいそうだわ。よし。あ、一死殺した。オッケー。ひどくないでしょ。オッケー、オッケー。あー、DVD になったら見よっかな。これ開くの？これ。あ、開いた。え、こっちって行ったことないんじゃない？あ、行ったことあるか。あ、え？あれ？あ、え？あれ？あれ？ここ行けるようになったんだ。あ、行けるようになってる。へぇー。よいしょ。いや、強かったね。割と強かった。次から、もう、あー、でも61フィルムはもったいないか。こっちに何か落ちてないかな。和人形。DVD が出たら、ゼロの映画を見よっかなって言ったの。9月26日だっけ？そのなんか、あの劇場版が出るのって。開かないね。1089個目さんいらっしゃい。AV じゃないって、ね、もう。はーい、いってらっしゃい。またさん。またさん。あ、またさん、はーい。ぼやきながら。いや、なんかね、なんだろう。いや別にね、いいんだけどなんか、その時の旬のアイドルとかを使って映画化することってすごい多いじゃないですか。最近のやつって。なんかそれがあんまり好きじゃない。いや普通に、若手の女優さんでいいじゃん、それだったら。なんでわざわざアイドル使うのかなと思って。ねえ、若手女優さんでいいじゃん。1099個目さんいらっしゃい。
なんていうの、ねえ、まあやっぱりそのなんていうのかな、いや青鬼の映画は面白そうだけど、あ、まあね、そうだね、雰囲気壊さないんだったらもう誰でもいいね。確かにその、あー、素人の方が初々しい感じが出る。なるほどね。旬は美味しいうちに食べないと。あー、いや、それは多分利益を優先して、当たり前の話だけど、そのなんかアイドルを使ったら、そのアイドルの子のそのファンが来るわけじゃん。だからあの収入が上がるってことでしょ。あー、まあ役者ってそうなのかな。役者じゃなくてもそうだね。これどこに行ったらいいんだろう。閉まってるし。で、また戻ってきちゃったんだけど、ここ。とりあえずセーブしとこっか。たけし？たけし？たけしって誰？青鬼の主人公？私、青鬼やったことないからわかんないんだよね。動画でしか、チラッとしか見たことないから。あ、ジェイソンさんいらっしゃい。よいしょ。あー、この先もう行ってなくて、とりあえずじゃあ真ん中。なんか新しく何か出てきてるかもしれないから、真ん中を見て、金田一少年のドラマは正直ひどいと思う。なんか一昔前って、誰だったっけ？あの、キンキキッズの堂本光一？違う、堂本剛が、やってたことなかった？ねえ。で、それとなんだっけ、友坂理恵だっけ？友坂理恵。ねえ。まあ、あれは割となんか、まあ、面白かったといえば面白かったけどね。で、あそこに出てた、あの人。あの人、あの人。あの、刑事役の人が、確か自殺で死んじゃったんだよね。なんか松田優作の、なんか現代版松田優作みたいな、言われてた、役者さんが、なんか、もともと自分が、やりたい役が来なくて、ずーっと悩んでたらしくて、で、それでし、なんか自殺しちゃったんだって。役者ってそういう感じなんだと思った。いくらなんかすごい売れっ子の役者さんでも、そうやって悩むんだなと思った。なんかもったいないなっていうのもあれだけど。なんか、ね、ちょっとショックだったよね。112、ニーコムさんいらっしゃい。GTO もヒーローもひどい。あ、その二つ見てないんだよね、私。どうしようかな。これは、速度は速い方がいいね。感度がいいかな。私は感度を上げて、連射できた方がいいから。こっちにしよう。速度、範囲はいいや。これでいいや。ヒロシは一時期干されて、もう悩んでたんじゃないの？
マラ人形だって赤い服を着たマラ人形。あ、古尾谷正人。わかんない。役者さんの名前知らないけど。そう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 。あの、若い時に、そのモデル時代に売れて、ほんで、映画ですごいバーンと売れて、なんかもうなんか鼻高々になっちゃって、で、すごい干されちゃったんだよね。何かが光を反射してる。やったー。これ2階だよね。あの、はしごで登っていくとこの鍵。オッケー、ゲットー。1140コメさんはこっちいらっしゃい。アリーナの番人さんお帰りいらっしゃい。オッケー、オッケー。すごい異様な雰囲気の場所ですね。出るわけないでしょうが。1145コメさんいらっしゃい。ロロロロロロ。敵じゃないか、敵じゃないか、ロロロロロロ。いきなり襲ってくれたか、ずるい。いきなり襲ってくれたか。ずるいから。ずるすぎる。いきなりとかずるいよ。かわせないじゃないか。おっしょー。よし、2連ちゃんと3連ちゃん、オッケー。これ死んだでしょ。写真に何かが映り込んだような。よし、一撃食らわせられれば、あの、連射で倒せるね。巫女姿の少女がいた場所に何か落ちてる。灰色の表紙の日記。打ち付けられているのは痛いのかな？少しずつ少しずつ杭をうがつのと、一度に強くうがつのではどちらが痛いのかな？全部打ち付けたら死んでしまうのかな？死んでしまってもいいのかな？ちょっと頭おかしいですね。早く本当の巫女様をうがちたい。夜中放送向きだけど、虫がそんななんか常に時間取れるわけじゃないから、時間取れる時にやっていこうかなってちょっと方向転換しました。まあ、昼間しか見れない人とかもいるだろうし、まあいいかなと思って。まあ、もともとはね、夜やった方が盛り上がるのかもしれないけど、その、今日はね、夜やりません。やるとしたら明日だけど、今日は無理ですね。あれ、真っ暗になっちゃったけど。あ、これで目が覚めるんだ。おー、増えてきたね。入れ墨ちゃん。フィルムに写真が入ってる。これで現像して、で、ミクとちょっと喋るのかな。暗黒放送の可能性、なるべくなくしたいけどね。女子はいつ AKB に入るの？あ、いや、入りませんけど。てか、入れないでしょ？てか、入りませんけどね。
ありますね。この前プール行きましたって、あー言うつもりなかったんだけど、神さんかありがとうございます。言わないつもりだったんだけど、まあいいや、プール行きました。いいよもう、来たよ来たよ。なんか文句あるか？なんか文句あるのか？見せません。1174個目さんいらっしゃい。吉祥じゃないわ。配信するか。おばちゃんみたいな水着着たんでしょう。違うわ。いつひろし、垂れ土さらし、垂れ土じゃないから。どんだけ文句言うんだよ！どんだけ文句言いたいんだ！まったくもうなんか絶対なんか文句言われると思ったから、もう絶対黙っとこうと思ったのに。味噌汁じゃないって言ってるだろうが。どんだけわしを老けさせたいんだ。嫌です。レイピーゾンビ行かないかな。あ、119、5個目さんいらっしゃい。ラスワークにしますね。みくん、その歌。レイさん、おはようございます。歌ですか？私もどこで聞いたかあまり覚えてないんですけど、最近夢で聞こえる気がするんです。歌詞の意味もよくわからないんですけど、あ、巻き込まれてきたんだ。ミクも。1202コムさんいらっしゃい。どこかの方言なんですかね。夢。その夢って、あまり覚えてないんですが、夢の中で私もこの歌を歌っているんです。歌っていると何か懐かしい気持ちになって、大切な人を思い出すような、お兄ちゃんのことだね。でもその夢の最後はすごく怖くて、怖いことだけは覚えているんですが、夢なんてそういうものなんでしょうね。あ、同じことだ。そしたら、現像しに行って、なに、ミクが好きなの？トキワさん。はい。あ、無視されてる。猫に無視されている。じゃ、現像に向かいまーす。よいしょ。あ、なんかあるよ。手紙が置いてあるよ。なんだろうなんだろう。ラブレターかな？郵便受けの前に封筒が届けられている。そうそうそう、1の主人公。ホタルからの手紙。前略。レイの都市伝説について新たに見つかった証言テープを送る。ユウが持っていた方がしっかり保管しておいてくれるだろう。他にも数本見つけてはいるが、当時の蓄音機からダビングされた相当に古いもののため、テープの傷みが激しい。今、修復を頼んでいる。届き次第そちらに送るようにするよ。あ、K なのこれ。
1214個目さんいらっしゃる。ケイさん？あ、そうなんだ。最近、伝承や昔話、民族宗教のような民族学的なことばかり調べている。言うと、真冬は、そういうのが専門だったよな。興味深い世界ではあるが、あまり深入りはしたくないと思う。真冬の妹さん、ミクさんだったかは、元気にしているのだろうか。各方面に手を尽くしてはいるが、高峰純正氏を探して姿を消した彼の行方についても以前分かっていない。これってワンのお兄ちゃんのことだよね。高峰純正を探してなんかどっかの廃屋に行って行方が知れなくなったんだよね。彼も神隠しだとでも言うのだろうか。そちらも何かあったら知らせてほしい。おちんさんいらっしゃい。レイの症状が思わしくないので病院に預けることにした。彼女はもう2日に一度、それも2、3時間くらいしか目が覚めなくなってきている。調査を急がなければならない。少々甘倉ケイ。少女の写真、これって2のじゃないね。誰これ。2の姉妹の、そうだっけ、なんかお兄ちゃんみたいな人だよね。これって2のお姉ちゃんの方かな。あ、違う、妹の方か。カセットテープが同封されてる。少し古いカセットテープ。眠りの家の記録。1221個目さんいらっしゃい。じゃあ、わしのハートを奪ってからにしてほしいな。部屋にあるカセットデッキで再生できる。オッケー。いや、買ってないよ。やっぱり辞退します。ちょっと待って、ちょっと待って、あれに行ってないんだけど、現像しに行ってないんだけど、ちょっと現像に行きまーす。臭くないから。わー、なんだなんだなんだ。なんで今揺れたの？カーテンが。夜のこういうなんか、広い家って、ちょっと不気味だよね。鏡とか。鏡のなんか、なんていうの？なんか四隅の方に、なんか誰かが映りそうな気がして、ちょっとドキドキするよね。なんもないのか。1226個目さんいらっしゃい。ここ。へぇ。全部現像しましょう。なんかね、シミがあったね。壁の、あれでしょ、左上の方でしょ。串刺しの赤い人形だって。これは？なんか誰かいる。和服姿の母親が子供のような影を抱いてる。私ちゃんと掃除してよ。してるわ。和服を着た、ぼ
母、なんて呼んだらいいのこれ、母子って呼んでいいの、母と娘。二人の姿が浮かび上がった。失踪した人々だって、プリキュア？あ、親子って呼んだらいいのあれ？人形が打ち付けられた、あー、いきなり襲ってきた、あいつだ。なんかいきなり襲ってきて、うおーとかって、言ってたやつだね。何これ。古い、映写機、あー。あったね、映写機。あったあったあった、そんなのあったね。こんなもんか。なんかシミがあるよね、この家。よし。空き缶さんいらっしゃい。女子の日常。あ、この枠で終わりますね。よいしょ。ちょっと待って。あんな壁にこぼすってどういうことだよ。ぶちまけたことじゃないか。レイさん、どうかしましたか？ミク、その机の上の写真の人はお兄ちゃんだよね。それは兄です。ずっと行方知れずで。そうだったの。ごめんなさい。突然。少し気になってね。って言って荒らしていく。部屋を荒らしていきまーす。トシーにはないセクシーさ。いやー、どうでしょうか。こっち、じゃあ彼氏の部屋に入って、彼氏の部屋に何か、あるかな。なんで最低なの？なんもないね。変わってないね、部屋は。自分の部屋のテープレコーダーで、あれしましょう。聞きましょう。もうなんか画面がザラザラ揺れるのって何なんだろう。トシには懐かない。ミクの猫なんじゃないの？あったあったあった、テープレコーダー。オッケー。母を見たんです。その夢、屋敷で奥に古いお社があって、寒くて雪が降ってる、歌が聞こえて、社にたくさんの人が入っていきます。葬式の列みたいな、お香の匂いがして、みんな顔を隠してて。1950カメさんいらっしゃ。母がいたんです。何度呼んでもどんどん行ってしまった。寸前で扉が閉まるんです。私だけ残されるような、それが毎日少しずつ奥へ入っていって、どんどん奥に行って戻れなくなる。でもその奥で母に会えると。1250コメさん、57コメさんいらっしゃい。ちょっと気持ち悪い声だったね。母に、なんちゃらかんたら、な
なんちゃらかんたら、なんちゃらなんちゃら。不倫男さんいらっしゃい。お社に、なんちゃらかんたら。やばい、覚えてない。眠りまーす。これで4の国かな、多分。あー、氷美味しかった。今4の国かな、多分。あ、ミクにチェンジしてる。またこの夢、もう見なくなったかな。今のは氷。うわー、出てきた。マガユメ、ミクにチェンジだよ。除霊のカメラ持ってないよ、ミク。人間だって。これ何、これ柵の向こうに布でくるまれたものが置いてある。輪郭が人間のように見える。人間が死んでるんだよ。セーブポイントがあるから、とりあえずセーブしようか。とりあえずセーブして、いやね、素手でちょっと物理攻撃ですか。物理攻撃かよ、ここに来て。セスタス、ねえ、セスタスねえ。ねえ、これ何字？何字って読むのこれ。なんとか字のような文字が刻まれた扉に、何かをかけるような金具がついている。扉には鍵がかかっているようだ。はーい。凡字？いや、持ってないよ。射撃持ってないよ。だって、ミクになったの初めてだもん。ほら。戦役ってないもん。塩とお経とかお化けには効かない。ね、別に効かないんじゃないの？ただね、お化けが出たら、叱るのが一番いいらしいよ。だからね、例えば、なんか気持ち悪いなぁと思った、ホテルに泊まるときとかは、入った瞬間に、大声で、とか、なんかバーンって、手でパチンとかやったり、大声出して、こらーとか、何もできないんだから帰れーとか、なんか怒ったらいいらしいよ。これってなんかワンで見たよね。これワンの場所これ。アブリーズじゃなくて、1282コメサイラさん。これ、ワンだよね、これ。来たー。ワンの場所と一緒ですよね。多分。ねえ、そうだよね。
そう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 、縄の。ワンは縄の話だったでしょ。なんか、なんていうの、生贄かなんか、奴隷かなんか忘れたけど。あ、61フィルムも持ってる。絶対これなんか、絶対対戦あるよ。こんだけ落ちてるってことは、絶対に対戦あるよね。ここで。何もないね。SM じゃないからね。絶対あるでしょ、これ。なんて、なんて。頭上に古びた神棚が祀られてる。神棚の扉は開いており、中に、これなんて読んでいいの、これ。なんて読むの、これ。何符って読むの？みかどじゃないし、なんだろう。なんだろう、そのまま？そのままおじんふなの？嘘。おじんふっていうの？ 1,2,8,9 個目さえらさ。あ、そうなんだ。そのまま読むんだ。へぇー。あ、五人符でいいんだ。へぇー。ほら、絶対これ、あー、こいつ強いやつだ！やばいやばいやばい、こいつめっちゃ強いやつ。やばいやばい、これ、まずい。わー、無理ー。無理ー。無理無理ー。普通に無理ー。これ無理です、これ。これ無理じゃない？どうやって倒したらいいの、こいつ。カウンター攻撃できないじゃん、こんな一瞬だったら。はい、死にまーす。これ死にますよ、これ。逃げまーす。逃げまーす。よし、オッケー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 。ほら来いよ。よし、カウンター入ったでしょ。入らなかった、死んだー。カウンター入れたいな。そう、ナタ野郎がね、あいつがちょっとね、くせ者なんですよ。あいつがちょっとやりにくいよね。ちょっとずつ削っていくしかないんだけど。うん、負けイベントじゃないね。カウンターが当てにくいんだよね。だからもう、カウンター諦めて、小刻みに、やっていくか、あいつのカウンターをマスターして、カウンター当てるかどっちかだよね。カウンター当てたらひるむでしょ。ヒデさんいらっしゃい。ミニスティックで動きながら？あ、取れなかった。あー、こうやって動きながらね。そこまでガチ勢じゃないな。もしはどっちかって言ったらもうカウンター当てたいな。1308個目サイラさん。範囲を広げるのも悪くない。ねえ、確かに。範囲っていうよりは距離がいいかな。
距離を広げた方がいいかも。61フィルムでカウンター当てたら結構食らうんじゃないかな。ちょっとやってみよう。よし、カウンター当てる練習、ナタ野郎にカウンターを当てる練習します。多分それで今日っていうか今日の枠は終わりかな。あれ出てこないね。たまたま出てきたの、もしかして。え、出てこないんだけど。え、たまたま出てきたんじゃない、さっき。確定イベントじゃないんだ。え、確定イベントじゃなかったみたい。あ、脇毛のアンサーやさ。あ、確定イベントでした。迎え喜びでした。攻撃範囲がこいつ広いんだよね。ちょっと待ってね、カウンター当てます。よいしょ。あー、ダメだ。あー、しかも全然食らなかったね。カウンター当てます。あー、の一瞬。むずいな。あー、ダメだ。当たったけどちょっとダメだね、今の。1319個目さんやさ。あー、ダメだ、当たった。これもうちょっと早めにシャッター切ってひるんだらいいんだよね。とりあえずひるませたら OK だから、これいきなり視点が変わるとやりづらいね。よし、あ、入った入った入った。この人、いやあ。シャリスケさんいらっしゃい。あ、そうなんだ。ミクって攻撃力高いんだ。あ、ピッコロさんいらっしゃい。惜しかったね。でも、わかった。だから、普通のフィルムで、もうカウンター当てずに、小刻みに当てていきます。その方がなんか倒せそう。いやー、これガチ勢は全部カウンター当てるんだろうね。なんとなーくね、でも、いやー、つかめてないな。多分次も失敗する。カウンターを取ったら失敗するから、カウンターがたまたま入ったら、やったーにして、とりあえず、普通に戦った方がいいかも。うんうんうん。ちょこちょこ、小刻みに倒していった方がいい。これは写真撮れないと思うね。よし。ねえ、ガチでやばいよね、多分。タイミング全部わかってるんだろうね。まあ、ダークソウルとかデモンズソウルで言ったら、確定パリンを全部把握してて、まあ、その人が振ってくるタイミングを見て、パッて。パリ取る人みたいな感じだろうね。で、そして戻ったら出てくる。来た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 。はい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 。
こだ。あー、60フィルムの方がいいね、これ。ひるまないもんね。あー、全然パリできないよ。あ、ダメだ、無理だ。わー、ムーズ。これ後で来るとかでもいいよね。あ、死んだ。後で来るにしようか。どうせあそこ行っても敵の顔がフレームから外れてる。どうせ行っても扉が開かないんだから。いや、だってあれでしょ、だってミク初めてだから捨て振りできてないんじゃないかな。1335コメさんいらっしゃい。ミク初めてだからポイントゼロなんじゃないの？多分知らんけど。ちょっと見てみよう。カメラの性能。だから、アイテムだけ拾って、まあ、後でもいっか。反対側に行ってみよう。住んでられないし。切り替え、切り替え。切り替え。もうこっちに行きましょう。あ、倒さないとダメなんだ。あ、行けないじゃん。昨日の枠で話した。からまあいいかなと思って。夜じゃないしね。夜じゃないし。ちょっと積んでるね、今。倒し方があるのかな。でもカウンター当てるのが一番早いよね、多分ね。あー、ミクは、ほんとだ、最大値が最初から結構強いんだね。あ、一応連鎖モードも入ってるんだ。あ、じゃあ、頑張ればいけるじゃん。掴まれた瞬間にタイミングよくシャッターボタンを押すと攻撃を回避。フェイタルフレームで頑張ればいいんだ。でもあの人ってフェイタルフレームできないんだよね。よし。じゃあ、61式フィルムで、ちょっと挑みましょう。そうだね。ちょっとこんなとこで積んでられないから、ちょっと倒しに行きますね。これ別にこれ。で、これ開くのかな、そもそも。あ、ダメか。よし、倒すぜ。倒すぜ、倒すぜ。よし、来い。よし、このままで。あー、くっそー。やっぱりカウンター当てないとダメだ。蝶のように舞い、あ、モハメドアリーですか。あ、ダメ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 。うわー、当たったー。当たったー。くっそー。ちょっと待って、この人っていうかもう視点がまずい。いきなり視点が変わると方向が変わるから超やりづらいね。よし、よし、カウンター入ったよ。あ、連射できない、こいつ。こいつやっぱり連射できないんだ。
え、なんで連射できないとかずるくない？連射で攻撃するのがあれなのに、ここで攻撃して、あー食らうんだよね。この人に無傷で勝つとかできないのかな。思い切っ、あー万葉丸しか持ってないんだ。使っちゃえ。攻撃を誘って逃げて、オッケーオッケーオッケー。でここで行ったかな。よーし倒した、オッケー。いやなってるなってる、オッケー、やった。無表情な白いありがとうございます。金具がついたらお守りだって。固有能力を、ご人石のお守り、何それ。ひなさきみくの固有能力です。霊の動きを遅くする。四角ボタンを押して、え、落つ。あー、もうちょっとやろっかな。四角ボタンを押して、五人石のお守りを使用すると、霊の動きを遅くすることができます。初期設定の場合です。ただし、プレイヤー自身も遅くなりますって。レイの動きが遅くなるので、攻撃をかわしたり、シャッターチャンスやフェイタルフレームが狙いやすくなります。使用中、五人石メーターを消費し、ゼロになると使用できません。レイにダメージを与えたり、ミクがダメージを受けると五人石メーターが回復します。なるほど。OK。そしたら、とりあえず、射影機を、これ全部入ってるってことでしょ、これ。これ今使ってるってことでしょ、これ光ってたら。ねえ、そうだよね。だから、これで入ってるから。OK で、12000で強化できないから、まあこのままいけばいいか。よし、いけ、行きましょう。あ、ミクの場合はそのなんとかメーターっていうの、茶色いのがあるんだね。あれを使ってで、敵の動きを封印したりするんだ。なるほどね。で、こっちが開くようになったかな。え？こっちか。おー、びっくりした。びっくりするわ、いきなり。走り方、あの男の人でこういう走り方の人いるでしょ、おじさんとか。あのなんか駅前走ってる人でこうやって走ってるおじさんがいて、ちょっとギュッとしました。いや、いるから。うん、しないですね。ね、たまにいるよね。どんだけ女子力高いんだよと思って。やった、万葉丸ゲット。あれ。
ニ股じゃないわ。で、アイテムとかは他になさそうだから、このままお面をかけて進むんだよね。違うわ、扉にかけられた。自身の面は怒りの形相を浮かべた面に姿を変えた。怒りの面がここに入るってことなのかな。このまま出れるのか。え、びっくりした。出れるんだね。一応出入りできる。絶対いるから。これ体操服には燃える。体操服着ますね。でも今夏場だから暑いから T シャツとかキャミで寝てるけどね。あれ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 着てあれ着てますね。どこどこにいる。わあ、めっちゃ早い。何こいつ、ずるくない？スピードアップしてくるんだけど。痛い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 。よいしょ。あー、食らったこれ。あれれれれれれ、ちょ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 、どうやってほどくのこれ。めっちゃ吸い取られてる。やばい。ちょ、どんだけ吸い取るのこいつ。ちょっと待って、ちょっと死ぬぞ。完全に吸い取られちゃった。完全に吸い取られちゃったんだけど。パパさんいらっしゃい。わ。ずるいわ、こいつ。パパさん、フィルファさんいらっしゃい。ずるすぎる、こいつ。来て、ちょっと逃げまーす。よいしょ。ここか。どこ行った？後ろから来る。後ろから来るから、ちょっと逃げて。ね、めっちゃ吸い取ってきたわ。球根されたわ、球根。来た。よし。よいしょ。トシーさんの声って、ホラゲに合いますね。それは、喜んでいいのかな？それは、喜んでもいいのかな？だー。よし、オッケー。よし。よしよ。あ、ダメだ。もったいなかった。3連射できなかった。よし。どっちにいる？こっちか。オッケー、来た。よし、オッケー。よし。よし、倒した。オッケー。あ、なんか石が手に入ったね。いやでも今まで溜まった、そのなんか、あれ？あ、もう取ったのか。メーターがなくなっちゃったよ。さっきの球根されて、チューチュー吸われちゃった。ホラゲー似合うのはトッシーとホラさん。あ、最近でも、ホラフキンさん全然見てないね。持ってきた青色の黒石に反応して扉の仕掛けが動き出したようだ。これ何これ？あ、合わせるのか。あと6手。
あと6手で合わせる。そういうこと？これ終わりでしょ、これ。違う。あ、これ違う、失敗。失敗で。割と難しいぞ。割と難しいぞ。こう来て。ちょっと待ってね。これがここでいいとして、こう来てこう来て上に行けないから、ここで多分例えばこうなったとして、分かったぞ。分かったぞ。余裕ですやん。これで、ほーら来た。ほら。イエーイ。え、このまま終わりじゃないから。OK。いやいや、余裕でしたわ。なんか震えてる。窓から吹き込んだ湿気のため、表面は黒ずみ、何が描かれているのかわからないだって。なんかすごいコントローラーがプルプルしてますね。あー、そっち行かないから、行かないから、行かないから。おならしてないわ。自分がしたんじゃないの？ボールじゃないか。やりたくて震えてない。マリだった、マリ。マリでしたね。そして、これ扉？これ。これ扉ですか。扉だ。ちょっと待って、入れるんじゃないのこれ。ここ入れるんじゃない？あ、入れた。さっきの女の子いなくなった。マリマリ、1419個目サイヤさん。なんかあるでしょ、絶対。女の子がいたとこ。
机の上に古い本が置かれている。赤い表紙の日記。雪が降っている静かな夜、この窓から見続けた10年の四季の流れもこの雪で最後になるのでしょう。この雪を見ていると何もかもが過ぎ去ったことのよう、しばらくすべての未練を断ち切ることができました。しばらくでいいのこれ。この身を縄へと宿し門を封じましょう。ヒムロ、これ蝶でいいの。ヒムロ家の日記だね。ワンと繋がってますね、ヒムロ家って言った。それだけ？え？なんか重要アイテムとかないの？回復アイテムとかないの？着替えた？回復アイテムとかないんだね。まあ、いっか。あ、ようやく？ようやくって読むんだ、それ。すげえ感じ。知らないわ。ちょっと暑い。わあ、処刑。これあれだよ。獅子を縄で縛って、で、全部をぐるぐる巻き取って、引きちぎる、拷問器具ですね。これは。ほら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 。ブチって切れるんだよ。いやー、キモいね。それでね、実際に見たこととかはないけどね。スプラッター物だね。これ絶対なんかギャーってなるよ。まあわしはギャーは言わないけど。楽しいね。いつかこんなことされちゃうよ。いやー、なんか引っ張られるのは嫌だけど、うわー、びっくりしたー。びっくりするわー、いきなり出てくるなー。貞子、貞子。これボス戦かな、ボス戦。ボス戦っぽいね。いつ攻撃する？もうこっちから攻撃する。あ、来た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 。カウンター入ったでしょ。え、カウンター入らなかった。マジか。カウンター入らなかった、今。入ったと思ったのに。来い。どっちだ。ちょ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 、危ない。え？え、全然食らわない。あったのに、あんだけ体力あったのに、一撃死だの。マジか。マジか。詰まってる、これ、セーブしたところからでしょ？割と、苦労した、あいつからだよ。なんか、橋の上で、え、ちょっと待って。やばい、謎解きも、謎解きもセーブしてなーい。謎解きセーブしてなーい。マジかー。
謎解きセーブしてないよ。まあ、ここからノーダメで、まあ、ノーダメ伝説ですわ。ここは。さあ、行きますよ。まあ、パーって倒しちゃうから。パーって倒しちゃいますね。はい、ここで出てきまーす。ここで出てきまーす。どこにいるかな？どこにいるかな？どこから出てくる？悪者どこ？いた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 、おらー、おらー、当たらなかったー。これ食らったー。わー、弾いたー。来た。わ。どこ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 。こっちだ。いた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 。よし来たー。あー、壁にめり込んだ。壁にめり込んだら。あ、ちょ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 。危ない。よし、来たー。来た、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。大丈夫、大丈夫。よし、来たー。よし。おーし、いいね。あと一撃ぐらいでそう。多分だけど。どっちいる？どっちいる？どこにいる？こっちか。こっちだ。いた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 。おいし、来たー。おーし。ノーダメでしたね。ふぅー。敵が飛んできたら能力でスローにするといい。ああ、確かに。セーブしようね。セーブしてから、行きましょう。これはね、こうやって、こうやって、ほんでもってですな。こうやって、こうやってこうですよ。ほんでこうですね。ほら、余裕だわ。いやいやいや、余裕でしたわ。そして、マリが出てきて、マリが出てきます。で、写真を撮ります。あれ？写真を撮ります。あれ？写真を撮りたい。写真を撮りたい。セーブ、ちょっと待ってね。アイテム全部拾ったらセーブに行きます。で、これを。それで今日は終わろっか。次回ボス戦からになるね。で、これはさっき読んだから飛ばして。OK。戻って、よいしょ。戻って、中途半端だけど、まあ、まあいいさ。そして、セーブします。こっちになんかあるとかないね。アイテムが復活しましたみたいな。あ、なんかある、なんかある。初見さんいらっしゃい。なにこれ。あ、これさっきのとこじゃん。なるほど。
初見さんじゃないじゃん、スタッフさんでしょ。なんだよ、なんで初見って来るんだよ。よいしょ。ふぅ。じゃあ今日はここで終わりまーす。まあ、ちょうどあと5分ぐらいだから、まあ、ちょうどいいよね。ふぅ、それともボス戦まで行って、うん。そうそうそう、お迎えですね。とりあえず、じゃあボス戦まで行く？ちょっとだけ。倒せるかどうか、ちょっと練習というか、延長しませんよ。延長はしません。ボス戦の最中で終わったら、まあ、5分もかかんないでしょ、でもボス戦。ちょっと一旦、倒しに行きましょうか。大丈夫、大丈夫。大丈夫ですよ。トシーの、コッシーの怖い話。一応 TS に残ってるから、あ、見れないのかな。あ、まあ、TS っていうか、動画を載せるようにちょっとしてみますね。ちょっとムービー飛ばそうね。さっき見たから。で、これでこいつが攻撃してくるタイミングで、こいつが来るタイミングで、おっしゃれーダメだダメだダメだ。スローモーションにしておいて、こいつを、あーダメだった。まあ最悪。逃げるんだ逃げるんだ。まだ食らってないぞ。どこだ？後ろだ。後ろにいるから。いやー目の前だった。どこにいる？いた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 。うん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 。動くの早っ。え、動くの早いこの人。おい、あれ動くの早いから。なにこいつ、動くの早いわ。いた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 。だよ。ちょっと待って、どこにいるかよくわかんない。痛い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 。いつのタイミングで攻撃してくるか。来た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 、どれー。あーうん。やっ、め、やばい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 、めっちゃ。めっちゃ吸い取られた、やばい。やっぱ、早っ。スピード速いわ、こいつ。よいしょ。ちょっとね、なんか、どんなプレイだよ、みたいな感じ。うわあ、大丈夫だった。いけそっちだ。よし、来た。オッケー。ほい。あー、ダメだった。動くの早っ。動くの早すぎじゃない？こいつ。おさーらーらー。
もしもし、あ、聞こえますか？なんかフラッシュプレイヤーがクラッシュしましたになるんだけど、なんなのこれ。お疲れ様でした。じゃあちょっと次回はボス戦から行きたいと思います。お疲れ様でした。お相手はトッシーでした。バイバーイ。